わわわわ、すごいな。トイレだね、自然のトイレだね。すごいな。ああいうでかい岩が砕けて石になるんだもんね。なんかこないだ石ってどうやって切るんだろうって調べたら、なんかくさびを打ってコン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 ちょっとずつ打っていって、そうするとパカッて割れるという。ああなるほどなって、言われてみればそうだよなって。でなんか大阪城を築城するときのなんか切って失敗した残念石みたいなのがまだ残ってるとかで、いつか見に行きたいなとは思うんですけど、まあいつだろうね。でやっぱりくさび打ち込んだ跡があったりとかで、なんかなんとか城址とか行った後に行った時に見てみると意外と楽しいかもしれない。あここ打ち込んであるみたいな、切って運ぶんだなって、程よい大きさに切って。なんだろう、赤い花、赤い葉っぱ、なんかキャタピラの跡はあるけど、やっぱ普通の車じゃ来ないよね。軽トラだったら余裕かもしれないけど。なんだこれ、赤テープ。このピンクテープの意味することは、はあ、よいしょ。
ああ、なんか、トンネルは塞がれてるけど、なんでしょうか。やば。歩行者通行止め。第7。第7。なんとか随道。いや、なんか日本語読めない、日本語読めない わあ、すごい。なんか車のトランクにタオルを積みっぱなしにしてて、なんかそのタオルを持ってきたら、なんかすごいワックスの匂いがして、これで汗拭いて大丈夫なのかなって。なんか全然、むしろさっきの道よりいいけど どういうこと？なんかむしろ平らになった。なんだこれ。植林してんのかな。鹿よけの何かなのか、植林なのか、ちょっとわかんないけど。なんかだいぶ雰囲気が変わった。普通に登山道みたいになっちゃった。なんかダムの感じも違う。鉄製、鋼鉄製。こういうのもあるんだね。コンクリート製なのかなと思ったら、ここもすごいね。ワイヤーが、ネットが仕事しまくってる。ネットもすごいな。頑張ってるな。ここでもネット切れたら終わるね。
でももう一個ダムあるらしいけど、どうすんだろう。あ、トンネル。どうやって整備するんだろうね。通れなくなっちゃってるけど、電線だけは通ってる。ちょっとごめんなさい。よいしょ。よいしょ。カブミラー君、お疲れ様です。第8読めない、第8なんとか隧道。水が、冷たい水がかかった。おお、ああ崩落してる。なんか遊歩道があったっぽいけど、いて。でもまあ可愛いもんだよね。全然通れるレベル、むしろ整備されてるレベル。すごいえぐれてる。ギリサイレン。ちょっとここ怖いん。よいしょ。いて、いて。なんかトゲがある。お、有心 1.5 キロ。まだ有心じゃなかったの。黒倉川の事故ってどこなんだろう。まさかこんな遠くじゃないよね。増水するときは増水するのかな、やっぱり。
なんか開けてる。電源設備がある。なんだろう、ヘビだ、ヘビ。カサカサ言うなと思ったらヘビがいた。錆びないもんだね。すごっ。雨山峠宿る木バス停 7.8 キロ。へえ。へえ。こっからも行けるんだね。すごっ。こっからも行けるっていうか、こっからが本番なのか。皆さんにとってはこっからが本番、中間地点。なんか有心まであと400メートルらしい。君はどこを映してるんだい。君はどこを映してるんだい。山を、何もない山肌を映し続けるミラー君。カーブでもないけど、人類が滅んでも映し続けるミラー君。あ、すごい、道がなくなってる。えぐれてる。これどうすんだろう。こっからか。よいしょ。片手でカメラ持ってるときついな。なんかもっと大丈夫。ここ大丈夫かな。大丈夫だよね。よいしょ。もっと
整備されてるかなと思ったら、ここまでは直してないよってことか。トンネルがダメだったんだよね、確か。大丈夫？よいしょ。すごいね。全部えぐれてる。川になってる。新しい。大雨降るとここもすごいんだろうね、濁流で。逆にここはせき止めちゃってるから、新しい流れを作ってそうな気がする。あと 400m が、やっぱり山道の400は長いな。今日も今日で顔に虫がへばりつくという。何なんだろう、毛穴からアルコールの匂いが多分出てる気がするんだよな。なんか常になんか酒臭い気がするし、自分自身。二酸化炭素の中に何かしら二酸化炭素プラスアルコール部分成分で虫が近寄ってくるのかもしれない。ピンクのお花は何だろう、ツツジかな。山のツツジだからちょっと品種が違うのかな。ピチュ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 いいか。ピヨ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 。なんか鳥の本買ったんだけど全然覚えられない、鳥の鳴き声なんて。サントリーの野鳥のホームページがあって、そこで鳥のさえずりと谷渡りだっけ、なんかそういう2種類か3種類くらいの声が聞けるんですけど、それたまに聞いてるんだけど全然わかんない、覚えられない。カラスがカワくらいしかわからん。カラスがカワとカッコウしかわかんないや。カッコウとホトトギスか。ほうほけ今日ダム、砂防ダム。でも綺麗だな。あ、めっちゃ反ってる。
めっちゃぬかるんでた。でも落ちたら死ぬぞ。滑って落ちたら引っかかれば助かるかもしれない。でも本当くだらないことでこけて死ぬ可能性もあるからね、本当。しかも発見されない。ゴールデンウィークがあるからワンチャン発見される。なんだろう、謎の橋。有心ロッチか、こっちか。普通に通り道だった。有心ロッチ、この橋渡るんだ。まあロッチまで行ったら終わり、ゴール。本当、実は本当眠たい。ちょっとテンション上がったけど本当眠たい。あれ有心あと500になってるけど一応10キロ歩いたんだ。400って書いてあったのに500プラス500になっちゃったよ。通行同盟。ど真ん中に木が。これちゃんと生えてんだね生えてんの？死んでる？倒木？おお。このやばい橋。柵が低すぎる。
お、すげえ、アスファルトだ。え？どっち？上？下？上かな？でも建物とか見えないけどな。ここがでも有神渓谷なのかな。あ、柵がある。なんか文明を感じる。これさっきのなんか植林っぽい柵だな。あ、違うな。ここは川に降りれますよっていうあれか。なんかちょっとした公園みたいな整備のされ方はしてる。なんかあそこでなんか焚き火した人もいそうだし。ヘリコプター。これはショートカットしよう。建物があった。めっちゃ綺麗。意外と早かったな。有神ブルーは見れなかったけど、綺麗な景色は見れた。いや、これすごいぞ。これはすごい。なんかこの圧倒的な。めっちゃ綺麗。ゴルゴルゴール。でも昔車でこれ楽しいしね。ヘリコプターはうるせえ。有神ロッジ、現在は営業していません。確か
ウシンロッチ。おお、すごい。公衆電話ある。入れんのかな。あ、入れてる。